どうもです、こんにちは、このビデオが上がってるのは多分夜なので、こんばんはですね。今日はちょっとガジルについて皆さんにちょっといろいろ話したいんですけど、ひとまずなんですけど、まずですね、ガジルは、しばらくお休みになります。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。ただ、ですね、ガジルはですね、僕ああいうコンテンツすごい好きなんですよ。動画をこう人に紹介するっていうので、なんかそれってすごい、僕が思うには、そのとりあえずジリって見たとあんま変わんないと思うんですよ。とりあえずジリって見たもニュースじゃないですか。今日こういうことがあったんだよとか、こんな話があるんですよ、やばくないですか。とりあえずジリって見たって、なんかその僕をこうフィルターにしてこうニュースをこう知ってもらいたいっていうのが、元々というか、やっていくうちに、そういうのが自分好きなんだなっていうふうに思ってきたんですよ。キュレーションとかキュレーターみたいなって、多分、そういうところから来てると思うんですよね。こう何かをこう広める人広めるじゃないですけどね、ネイバーのまとめとかって、ああいうのも要は、キュレーションっていうものだと思うんですよね。ガジルもかなりそれにやっぱ近いと思うんですよ。ジェットさん、瀬戸さんで僕の3人がいて、柴田さんはまあよく分かんなかったですけど、そうで3人がいて、それぞれ動画を持ち寄って、こういう面白いのあるんですよっていうのをこういつも見てくださってる皆さんにこう知ってもらうっていうか、あ、こういう動画他にもあったんだ、で自分がじゃあこういうジャンル、知らなかったジャンルとかっていうのもこう結構発見できると嬉しいじゃないですか。僕は結構、そういう風に YouTube は楽しんでるんですよ。どういうビデオ見てるんですかとか、そういうの聞いたりして、こういうビデオ見てるんですよつって、あ、こんなビデオあったんだっていうか、 YouTube ってやっぱ自分でビデオ探すのってかなりもう難しいと思うんですよね、本当に。だってもうね、物がもうありすぎちゃって何をこう見ていいか分かんない時ってあると思うんですよ。なんか最近その YouTube の、まあ、ウェブサイトとかも、新しくなったりして、まあ、ちょっとその探しにくいというか、自分の興味のあるものしか結構探しにくくなってるんじゃないかなっていうのがあるんですよね。あなたのおすすめとか、そういうのって、なんかアルゴリズムみたいな感じの言葉があって、その、まあ、自分の好きなビデオをこう中心に、その、まあ、YouTube とか Google とかわかんないですけど、そういうのがこう集めて僕らにこう提供してくれるっていうのがあると思うんですよ。ただ全然知らないビデオとかって、じゃあ例えばですけど、自分がゲームが好きとか、じゃあガジェットが好きとか、じゃあお笑いが好きとかっていうので、そこだけしかないじゃないですか。じゃあこっちのドキュメンタリーとか、じゃあ全然違うなんですかね、自然情報とか教育番組とかハウツーとかって、なんかそういうのってやっぱ見ないじゃないですか、興味がないと。でもなんていうんですかね、わかります？たまにあるじゃないですか、 YouTube で。多分僕のとりあえずジジってみたとかも、なんとなくこうそこに当たっちゃって、で見ていくうちになんか、あ、面白いなみたいな、見てやってもいいかなみたいな、僕の場合は多分そのパターン多いと思うんですけど、なんかそういうので多分結構ビデオっていろいろ発掘していくんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。だからなんかガジルはそういう意味では、そういう場所がすごい、なんていうんですかね、まあ、週1回じゃあそこに見てもらう人に対して、新しいジャンルとかそういうビデオを知ってもらえるっていう場所でありたいと思ってるんですよ。ちょっと話がなくなっちゃいましたね。ただですね、そのガジルはまあちょっとやってて思ったことがあったんですけど、なんかそのいつも見てくださってる皆さんとのなんか距離がちょっと遠いかなっていうふうに、なんか感じたんですよ。例えばカメラの距離とかっていうのもあると思うんですよ。これだってもう手が届く距離なんですよね。ここでもうオンオフができるし、ここでじゃあ上にマイクあるんですけど、じゃあここでマイクのオンオフができたりして、多分この距離だと思うんですよ。もっと近く、この距離は多分近すぎると思うんですけど、多分この距離がなんかいいのかなっていうふうに思って、で全然その、ガジル自体がじゃあよくねえとか面白くねえとかそういうことじゃなくて、そこじゃないと思うんですよ。でなんかその、なんていうんですかね、距離感っていうのがちょっと僕もなんかちょっと遠かったんじゃないかなっていう風にちょっと思ってきて、なんかそこが多分その番組がなんかあんまりこう身内で盛り上がってるんじゃないかとか、なんかそういう感じが出ちゃった気がするんですよ。僕は
あんま分かんなかったんですよ、撮影していた時に。ただ実際じゃあ自分で編集したりとかしてみて、でアップロードしていろんな人の反応を見てみて、で実際に、見て YouTube 見てくれてる人とかにもたまに会った時にガチルどうですかって言うと、大体そうですね、あれは何なんですかみたいな感じの、ちょっとこうやっぱ謎だったのかなっていう。で僕らの中ではある程度そのなんていうんですかね、動画を、新しい動画、いろんな動画をその皆さんに紹介するっていうところなんですよ。で僕は本当にそれが一番やりたかったので、なんかそこをちょっとこうクリアにできなかったなっていうか、ちゃんと説明できなかったから、なんかそこがちょっとその時点でちょっと少しそのやっぱちょっと謎みたいな、見てる人に対してちょっとこうクエスチョンマークが出ちゃったりして、あとはちょっと距離が遠くなっちゃったんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ、そこから。まあ特にちょっとガジルって結構その新しいと思うんですよね、やり方が。その、まあ、動画紹介するっていうのって、あんまこう、ないじゃないですか。まあ、自分で見るよとか、まあ、極論で言っちゃえばそうだと思うんですよ。見るから別にほっといてくれよっていう人も多分いると思うし、なんか、だったら、動画よりもなんか他のことやってよみたいな感じの人もいると思うんですけど、なんかやっぱね、その、結構新しいことかなというふうに僕は思ってるんですよ、そういう動画を紹介っていうのが。だから、まだそのガジルって、そのそういう意味ではなんていうんですかね、いろいろ模索してって多分見つかるんじゃないかなっていうのが一番そのベストな形っていうのが。だから多分その僕がそのじゃ例えばそのいつも見てくれてる皆さんとちょっと遠いっていうのも、なんかそこはもしかしたら新しく始まったばっかりだったので、なんかそこはちょっとまあ、改善点というか、これを生かして、じゃあもっとこうどうやったらいつも見てくれる皆さんに対してもうちょっとこうなんていうんだろう、問いかけるというか、なんか一緒にこう作り上げるっていうか、なんかそのなんか一緒にこうなんかできないかなっていうのはちょっと考えてるので、なんかそこはちょっと頑張ります。なんかちょっといろいろ頭を、わかんないですけどちょっとフル回転します。もう少ない脳みそ、もうバカな脳みそでちょっと頑張ります。で休みの期間なんですけど、じゃあ金曜日は前ジジッチみたいなやってるじゃないですか。でね、先週までは、ガジルやってたんですけど、じゃあ来週から、何やんのっていうのはですね、実は僕もまだ全然考えてないんです。何やろうかなっていう感じなんですけど、ただ、とりあえずジリッティメタは今のところ多分ね、月曜金曜日もやってくださいっていう方ちょっといるかもしれないんですけど、やっぱ僕はとりあえずジリッティメタって月目でやるのが一番いいんですよ。金曜日何やるかっていうのは、まだ全然決めていないですし、ちょっととりあえずじりってみたをじゃあ金曜日に代わりにやるっていうのも、その予定もないです。そうですね、今のところないですね。それ自体もだから分かんないですけど、今のところ僕考えてる中ではやらなくていいのかなっていう感じですね。だったらなんか他の、なんか分かんないですけどもしかしたらガジルをね、ここでやるかもしれないですけどね。やるかもしれないけど、それすらもわかんないって感じです。動画募集してくださった皆さんね、9月、あれで食とスポーツとかっていうのも、これから、その今はちょっと、ひとまずお休みなんですけど、絶対、やらせていただきます。応募をしていただいたので、そういうのは、皆さんの気持ちというか、そういうところは絶対に、やりますので、そこはちょっとお約束しますので。なんかちょっとまとまんなくていろいろすいません。なんか申し訳ないです。ただ、ですね。まあ、とりあえず、言いたかったことは、ガジルはしばらくお休みします。お休みっていうか、まあ、リニューアルする期間だと思っていただければいいかなって思ってます。ただ、絶対に僕は、ガジルは、ちょっとこれから、本当にね、そういう、まあ、さっきも言ったんですけど、もうね、なんか言うんでって話なんですけど、そのなんか、例えば皆さんとかにこう動画、こういうのあるんですよとかっていうのはやっぱやりたいんですよ。見たくないって人もいるかもしれないんですけど、僕はやりたいんですよ。そういうの好きなんですよ。でジリって見てるのも結構前だったんですけど、動画の日っていうのがあったんですよ。1年ぐらい前でしたっけね。昔はあれだったんですよね。ジリって見たって曜日ごとにやることを決めてたんですよ。音楽ニュース、音楽国際とか、ビデオゲームとかってやってて、その中でビデオがあったんですよ。だから割となんかそういうのは結構やっぱあったんですよ。でモヤ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 してて、でガジルはこうなんか、ああこれ本当にやりたかったことなんだって思ってて、ガジルはちょっと絶対にこれから新しくするためにちょっと今頑張るので、本当にすいませんが、
ね、あの毎週見てくれて、楽しんでくれてる人もいると思うので、なんかそういう人に対しても、ちょっと申し訳ないなっていうふうには思うんですけど、ただその本当に面白くもっとどんどんしていきたいと思うので、あのじゃあ今まで嫌いだった人とかガジラあんま好きじゃねえなとか、まあ面白くねえなとか思ってる人も、そこはなんか新しくリニューアルしたやつを見て、そこでなんか判断してほしいですね。その動画を紹介するっていうのは、あ意外と面白いかもとか、なんかそこを一回ちょっと見てもらってから、またじゃあ見ないよとか、じゃあ見ようかなっていう、なんかそこの判断もちょっとしていただけるとすごい助かりますね。あの温かい目で見ていただければななんていうふうに思っています。ということでですね、皆さん、ちょっと今日ね、あのガジルをちょっと楽しみにしてた方にはちょっと申し訳ないんですけど、はい、そんな感じです。ただ本当にまあ何回も言っちゃってるんですけど、絶対ガジルはやります。なんとか面白いやつを作っていきます。頑張ります。ということで、しばらくちょっと、リニューアルの期間に入りますので、皆さん、申し訳ないですけどちょっとお待ちください。なんかどういう風になるんですかとかっていうのをまだ全然僕も見えてない、わかんないところがかなりたくさんあるので、なんか質問されても逆にちょっと答えることがちょっとできないところがかなり多いんですけど、なんかそういうのがちょっと決まり次第、まあ僕のこのチャンネルでもそうかもしれないし、例えば、旦那と嫁のビログチャンネルでもなんかあったら言うかもしれないし、まああとなんかツイッターとかそういう SNS でも言うかもしれないので、なんかそこら辺はちょっと、決まるまではちょっと質問等はちょっと勘弁してくださいっていう感じです。そんな感じです。頑張ります。ということで、また来週の月曜日のとりあえずじじってみたでお会いしましょう。以上、ビロガーのアリでした。じゃあまた。